神戸市電。神戸市電は、かつて、神戸市交通局が運営していた、路面電車、市電。1910年に、神戸電気鉄道によって、兵庫と神戸の両市街地を結ぶ、路面電車として、開業。1917年に、神戸市に買収されて電気局、後の交通局が運営するようになった。その後、神戸市の発展に伴って、路線を拡大。 全盛期には 35.6km の路線網を有したが、モータリゼーションの進展や神戸高速鉄道の開通によって乗客が減少。1971年に全線が廃止された。神戸市電の開業は96大都市の中で一番遅かったが、他都市に先んじて低床車や高性車体を採用するなど、先進的な技術を積極的に導入したほか、 1935年には座席に転換クロスシートを採用した画期的なロマンスカー700型を登場させ、神戸市民を同目させた。車体の塗色もドウ色などの暗色系の単色が車体塗装の主流だった昭和戦前期において、いち早くグリーンとクリームのツートンカラーを採用して市民から緑の自然と親しまれた。サービス面でも車を採用し、 安全面においても救助網にフェンダーストライカーを際して障害物が車輪に巻き込まれる前にすくやけることができるようにするなどの配慮はなされていた。このようなハードソフト両面におけるきめ細かい取り組みによって神戸市電は東洋一の市電と内外から称えられその成果は現在にも語り継がれている。神戸市内における路面電車の敷設計画は 1890年代初期、明治20年代中期にまで遡る。当初は、時期騒論が強く、道路幅が確保できないことを理由に視界においても、反対されていたが、1900年代、明治30年代中期になると実現に向けて、動き出した。今度は、事業主体を支援とするか民営とするかで意見が、分かれたが、当時の水上広島神戸市長が、 財政上の問題から、市内電車の早期時期のためには、民間企業による不設やむなしと判断、将来の市への事業譲渡などを条件に、民間企業の出願を認めることとなった。これによって、当初から市内電車建設計画を持っていた神戸、電気鉄道を、自名5社が出願したほか、阪神電気鉄道も、神戸側の終点を三宮から、メリケンハトバまで延伸する。 路線免許を出願するなど、出願者が続出するありさまとなった。こうした状況を受けて、市と出願者の間で協議を行った結果、神戸電気鉄道を中心に合資協力を行うこととなり、発起人の増員と増資を実施して、再出願を行い、1906年、明治39年11月に内務大臣から、不設特許が交付された。神戸電気鉄道は、 免許を交付された第一期、第二期線合わせて二十六キロメートルのうち、神戸市内の中心部を東西に貫き、当時はまだ別の町の色彩が強かった兵庫と神戸を結ぶ、春日ガの、あの春日ガの道、兵庫駅前間の建設を開始した。軌道をはじめ車庫、工場、発電所といった施設の工事も順調に進み、一九百十年、明治四十三年四月五日、 春の公典に電車を一目見ようと大勢への見物人が詰めかけ、沿線の軒先には、祝会業の文字を入れた、真っ赤なちょがずらりとぶら下げられるなど、祝賀ムードが溢れる中開業した。この後も1912年、明治45年から1913年、大正2年にかけて、布引線、兵庫線、平野線を開業させたほか、この間の1913年5月には、 行政と神戸財界の終戦により、配電事業における過当競争を防ぐために、神戸電気鉄道開業前から、神戸市内で、配電事業を行っていた神戸電灯と合併、社名を、神戸電気と改称した。神戸市と神戸電気鉄道の間に締結されていた、出願時の付帯条件の中に、第一期線は2年以内、第二期線は4年以内に竣工することという一条が、 あった。会社側もそれに従って、路線延長を繰り返したが、開業後4年を経過した1914年、大正3年に入っても、路線の総延長が約 12.2km と、当初計画された路線網の半分にも満たず、計画全路線の完成が大幅に遅れることは明瞭であった。計画が遅れた理由としては、内務省の軌道敷設基準が厳しくなって、 従来より広い道路福音が必要になり、その分用地買収にかかる費用が増大したことが挙げられる。しかし、市民の間から計画路線の早期付設を求める声が日増しに高まり、このまま民営で事業を進めていくのでは、神戸市の発展速度に県が追いつけないことが危惧されたため、公営事業として運営しようとの声が高まり、神戸市は1916年、大正5年から、 神戸電機との間で買収交渉を開始9ヶ月にわたる交渉と滝川義作神戸商業会議所会等の調停によって買収案が妥結監督官庁の許可を受けて1917年大正6年8月に神戸市は神戸市電気局を発足させ神戸電機の起動電気供給業を引き継いだ電気局発足以後は 1> 第1期線のうち最後まで残っていた布引き線の残部の延伸工事を開始、1919年、大正8年4月に熊内長丁目大象津々一館が開業、翌1920年、大正9年には阪神急行電鉄神戸線が開通手植え津に大阪への新しいターミナルが誕生した。未着手の第2期線については出願後に、 神戸市内が大きく発展したことから計画の見直しを実施、司会の議決を経て、出願、1920年5月に許可が下り、1921年、大正10年8月の加納町3丁目、大倉3館の開通を皮切りに順調に延伸を続け、1925年、大正14年3月に和田線の中野島、今出在家2丁目館が開通して、 当初計画路線が完成するとともに、市電末期まで続く、山手、浜手を結ぶ市電ネットワークが確立された。路線網の整備とともに、サービスの充実も図られることとなった。1920年には、色端式の系統表示を開始したほか、後日のように、日本初の婦人専用電車の運転を開始した。婦人専用電車は短期間の取り組みで終了したが、日記線が、 ほぼ完成した1924年2月に運転系統の大改正を実施、これを機に系統表示を色端式から神戸を訪れる外国人に配慮して日本発採用といわれるアラビア数字を使用したものとなった。新種の気風は車両の面でも現れた。1920年には日本初の定常防ギー車である C 社重両、 後の500系501から510が登場。翌1921から1922年にかけて登場した E 車20両、後の500系511から530とともに激化する混雑緩和に寄与した。低床車は同時期に製造された D 車、F 車といった単車にも導入され、ステップを低くすることで乗降環境の改善に寄与した。 そして1923年には日本初の構成車、スチールカーとして知られる G 社20両、ノース181から205に201から220に、海板が登場。引き続いて登場した H 社と共に安全性と経済性の両面から、構成車体の有利なことを実証したことから、翌1924年には、神戸市内に乗り入れる阪急、 阪神の漁師鉄が500系、阪急、371系、阪神といった構成車を収益させたほか、その後鉄道省をはじめ全国の鉄道事業者が構成車両を導入するきっかけとなった。市電においても以後の増備はすべて構成車となり、I 車、J 車、K 車、L 車といった三扉、大型ボギー車が続々と製造された。また、G 社の登場とともに、障害物が、 前面のストライカーに接触すると、前輪の前に設けた救助網が自動的に落下して障害物が車輪に巻き込まれる前に救い上げるフェンダーストライカーを採用、安全面の向上に貢献するとともに、その後40年近くにわたって市電による人身死亡事故が発生しないという快挙のもととなった。車両面の充実の他に、路線の延長や施設の改良、 拡充も積極的に行われた。1921年には第三期線として、須磨線、高松線、板宿線、夢野線、脇浜線などの路線を出願。中でも須磨線は、兵庫電気軌道の海岸支線と競り願いとなったが、前年に合併した須磨町との合併交渉の際に、市電路線の旧町内への延伸を強く要望され、合併後は新たに設けられた。 林田区、らく、すまの住民が、市電すま線即制同盟会を作るなどして、積極的に運動を行った、住民側の動きなどが考慮されて、市側に免許が交付されることとなった。この他の路線は脇浜線の脇浜芦屋川間や、板谷ども番町七丁目間の山手線などのように、他社との競り願い、平行路線の免許申請は却下されたものの、 概ね受理されて1922年8月17日付で、スマ線をはめ高松、板宿、夢の、脇浜各線の免許が交付された。路線の延長は、沿線人口の増加が著しいスマ線から開始され、都市計画事業の記載認可が遅れたために、工事開始も遅れたが、1924年から1927年にかけて、スマ駅前までの全線が開通。 続いて、高松線の延長工事が行われ、1928年11月に、高松戸部海峡が竣工したことから、同月19日に全通、標語運河周辺の重厚混在地域の利便性が向上した。資源の延伸を支えるように車庫や、工場の拡充も行われ、1922年には、長田工場が車庫を併設した形で開設。 工場は修繕業務のほか、車両の自家製造を行う方針で建設された。車庫も、市営当初の小規模なものを昭和初期までに住ま、布引き、春日スの長田の4車庫に集約して管理の効率化を図った。ところが、1929年に発生した世界恐慌や同時期に勃興してきたバスやタクシーの前に、 自然の利用者数は1928年をピークに減少傾向を見せ始める。また、市内の鉄道網も東海道、山陽本線灘駅高取駅間の高架、福々線化及び、水田駅スマ駅間電化に伴う、小仙電車の運転開始をはじめ、阪急神戸線の三宮駅延長、阪神本線の岩屋駅伊勢の地下化及び、 三宮駅元町駅間の延長が1936年までに実施され、1927年には阪神間に新たに整備された阪神国道上に阪神国道電機が開業し、同年には宇治川電機によって兵庫電機機動と神戸姫路電機鉄道が経営統合をされたことによって1928年には兵庫姫路間直通運転が開始され、同年には 神戸有馬電気鉄道が開業するなど、昭和初期に市内の交通地図が大きく変更されようとしていた。市電もこれらの情勢を踏まえて、ソフトハードの両面から大きな変革を遂げることとなった。市電の路線延長は、高松線開業以降緊縮財政の煽りを受けて、残余三路線の延伸工事の中断を余儀なくされたが、このうち、脇浜線については、 阪神国道の三宮までの延伸に伴って、軌道を国道上に移設すことが、先に開通した阪神国道電気との接続に有効であると判断されたことから、路線名を東部国道線に変更の上、新たに3期6号線として追加された税関線とともに変更、追加申請を行い、両線とも1932年から1935年にかけて開業。 板宿、夢の両線のうち、板宿線が1937年に開業したことで、夢の線を除く三期線の付設は一応完成した。1931年には、商船の高架化に伴い、従来市電が上になって立体交差していたものを、市電の湖線橋を撤去して、地上線とし、その空撃に商船の高架橋を渡す、切り替え工事を、 市内4カ所の古戦橋で行うととなった。切り替え工事は10月9日夜から10日未明にかけて実施され、両線の軌道切り替えは大きな事故もなく、一夜にして完了した。車両面での近代化も着実に進められていった。1920年代から市電創業時に製造された A 車、B 車のモーター及び台車を低床用のものに換装。 1932年までに全社完了した。同時に1930年からは B 社を皮切りに300型への抗体化改造を開始。これに自信を得た電気局は引き続いて A 社の300型への抗体化改造を実施、1932年までに完了した。抗体化は順次進められ、1931年から1935年にかけて D 車。 買い車が400型に、1932年には、自然発のボギー車である C 車が600型に、それぞれ高代化改造を実施され、残る木造車は E 車のみとなった。また、1933年には長く市民に親しまれ、後の地下鉄にまで引き継がれる緑色を、車体色に採用した。車両面の充実のかにも1929年から、 停留所への安全地帯の設置を順次進め、1933年にはスピードアップを申請して受理されたことから、1934年からスピードアップを実施、運転時間が大幅に短縮された。また、1935年には女子車掌が登場。そして、これらの施策の集大成として、同年に E 車を交代化して登場したのが、 日本の鉄道車両史上を長く語り継がれることとな700系ロマンスカーであった。その画期的な内装に比べるとあまり伝わっていない話として700系の登場により、神戸市電は、 同時期に三千十三億千百三十二万千三百三十一系の千一系千百一兆千百十一億千百二十一万千百四十一型への交体化改造を完了した阪神とともに日本初となる全営業車両の構成車化を完了したまた三百型から七百型に至る各形式とも長田工場で交体化工事が行われ電気局が持つ 技術力と製造力の高さを車両メーカーや他の事業者にも示した。これらの取り組みの結果、神戸市電は路線規模は九六大都市中最も短いものの、1932年時点での1ヶ月における市民一人当たりの利用回数は1位、1時間あたりの運転回数や1キロメートルあたりの事業収入1位と、他都市を大きくリードする実績を築いていた。 車両面で、京阪神三都市の資源を比較しても、1601型や流線型の901系、日本の路面電車で初めて全中式の乗降扉を採用した、水雷型電車の愛称で知られる斬新な、後退貨車の801型といった、当時の日本の路面電車を代表する車両を、用しながらも、170両が製造された1081、 型や明治末期に登場した501系、601型といった木造母芸者を大量に抱えて近代化の進まなかった大阪市電、画期的な青電600型が登場していたが、創業期に製造された後期一型や大正末期から昭和初期にかけて製造された零零系母芸者に200系、300系単車といったクラシカルな外観の車両が主力だった京都市電に比べると、 神戸市電の先進性は際立つものがあった。こうして、スマートで軽快、良質なサービスの神戸市電は、神戸を訪れたビジネスマンや旅行者、船員から称賛されただけでなく、神戸市民にとっても誇りとなり、当時の時代風潮から日本一を飛び越えて、現在でも広く知られる、東洋一の神戸市電という枕言葉で呼ばれることとなった。こうした実績をもとに、 神戸市交通局80年市中には、神戸市電は、明日ともに、日本一であったと誇って良いだろうとの一文が、記されている。700系の投入をはじめとしたソフトハード両面での、サービス向上策がこうを奏して、小線電車の開通や阪急、阪神の市内乗り入れによる減収を、最小限に抑え、資源の利用者数も1932年をそこに、 回復基調をたどるようになった。また、三期線の付設に一定の目処がついたことから、第四期線として、税関前から港町一丁目まで、現在の国道二号線となる海岸通を走る海岸線を軸に既存路線との接続路線を含めた三路線と、西号町、西名田村、六甲村を1929年に編入して、 発足した長区内の交通事情改善のために、阪急三の宮延長に伴って、交通結節点としての機能が低下した上、筒井終点から西宮上ヶ原に移転した関西学院の旧キャンパスである原田の森を抜けて、現在の山手幹線を、当時の軍史境である石屋川間結ぶ四路線の新たな計画線の出願を行い、全社については1937年に、 後者は1939年にそれぞれ認可された。しかし、1937年7月7日に、勃発した路甲橋事件から戦火が拡大、やがて日中全面激突の様相を示すようになると、日増しに戦時食が濃くなり、燃料不足によるバス事業の縮小によって、自然の乗客は増えたものの、物資不足によって車両の増備も路線延長も守らなくなり、 サービス工場も二の次となってしまった。それに追い打ちをかけるように1938年7月5日に発生した阪神大水害で神戸市内は壊滅的な被害を受けてしまう。その復興もままならぬうちに太平洋戦争に突入してしまい、末期の神戸大空襲1945年3月17日6月5日では 長田車両工場をはじめすま、布引き春日野の三車庫も被災したことから、軌道や河川の被害を含めると市電は壊滅的な大打撃を受けてしまった。それでもこれらの災下を乗り越え、1948年までには空襲の被害が著しかった柳原線を除く全路線と車庫の復旧を成し遂げ、1953年の石屋川線全通で、 路線網は最長の 35.6km に達した。なお1942年5月からは、配電事業の関西配電への移管に伴い、管轄部署名を交通局に解消している。しかし1960年代に入ると市電は、モータリゼーションに見舞われ乗客が減少、また赤字問題も訴状に乗せられた。1966年には、 税関線が廃止され、路線の縮小が始まった。一時は、主な路線を高架化し、定時制と速度を確保した、新たな交通機関に再生するプランも浮上したが、実現せず、神戸市議会では1967年10月、市電全廃を前提とした、交通事業財政再建計画案を決。結局市電は、翌1968年以降毎年の区間廃止を経て、 1971年、昭和46年3月13日限りで62年弱、市営としては54年弱の幕を閉じた。最後まで残った路線は、山の宮阪神前、南高前から、和田岬大橋9丁目いた宿であった。市電の晩年に当たる1968年4月7日には、阪急、阪神、山陽を直結し、新鉄とも連絡する。 神戸高速鉄道が開業。また、同年6月24日には、神戸市交通事業審議会は高速鉄道も、地下鉄建設を答申していい。市営地下鉄の初開業、青新線、秒谷駅から新長田駅は1977年3月13日、市電最後の日からちょうど6年後である。期間は、標準機、電圧は、直流 600V、 六甲山南独を東西へと広がる神戸市街の特徴のままに、路線網も東西に長く、山手と浜手の2ルートに大きく分けられる。また神戸へ集まってくる各支鉄とのアクセスも担っており、中でも長田での山陽電鉄との平面交差、当時山陽電鉄は兵庫長田間で地上の平洋軌道を走っていた、及び両者の電圧が異なるためのオッセクションは名物だった。 車体塗色は開業当時には茶色一色だったが1933年から緑色に変更。1935年の700型ではそれまでの緑一色から緑の濃淡として現在まで伝えられる緑の神戸市電のイメージを確立し、それまでに登場した車両も全車このツートンカラーに変更された。この色は神戸のシンボルの一つとして親しまれ、 これまた、神戸市電独特の角張った、車番表記と共に、現在の神戸市営地下鉄へ引き継がれている。ゴム入りの男性車輪の使用、ロマンスカー700系の運転など、革新的な技術、サービスを積極的に取り入れる事業者でもあった。その一つに、婦人専用電車、1920年、日本書運行がある、現在の神戸市営地下鉄でも、数年終日一両が、 女性専用車両となっている。脇浜町では、阪神国道線と、レールが繋がっており、毎年11月に行われた、港の祭り、神戸祭りの前進の時には、花電車が道線さん内出まで、直通運転していた。また、須磨駅前から先は、山陽電鉄が、電鉄須磨駅、原産用須磨駅製法で、国道2号線上に入り、電鉄塩屋駅、 原産用塩や駅東方まで、平洋軌道だったことから、一時期山陽電鉄ともレールがつながっていた。戦時下の1944年、両接続点から、戦時輸送のため支電車両が、阪神国道線、山陽電鉄に乗り入れることとなった。野菜などの物資の輸送を主目的としていたが、阪神側はあまり実施されず、山陽側も、車輪フランジの高さが相違していたことにより、 ポイントで電車が乗り上げてしまったため、試運転数回のみで取りやめになった。終戦直後に、山陽電鉄が、潜在や風水害で、車両不足に陥った際には、この連絡線を使って市電から500型が乗り入れて、兵庫スマテラ間で運用されたことがあった。この他にも何両かが保存されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。